はい、おはようございます。7月30日朝ですね。測ってみましょう。64ジャスト、まあそのもんでしょうね。じゃあ今日も頑張ってみましょう。こんにちは、ライドボディです。ダイエット8日目ですね。今朝の体重は、64キロジャストだったかな。だいたいなんか64で今ちょっと落ち着いちゃってますね。今のだいたい体重が正味の体重かなっていうふうに思いますんで、まあ、水分もかなりたっぷり、毎日だいたい2リットルちょっとぐらいかな、水分は。まあ、水分というか、水を飲んでるんですけど、まあ、その状態で、64キロですから、まあ、水分不足で、体重が、まあ、1.5 キロ減ったってわけじゃないんで、まあ、いい感じに減ってるんじゃないかなっていうふうには思います。今日は、低強度、長時間の日なんで、ただね、ちょっといい感じのイベントがなかったんで、まあ、致し方なく30キロ程度のレースですね、周回レースに参加してみました。クラスは、低強度で走りたいっていう気持ちが強いんで C クラスです。本来ならね、体重から言っても B クラスで走るべきなのかなっていうところもあるんですけれども、それともガチで本気になっちゃうんで、低強度じゃなくなっちゃいますから、あくまで低強度で、走り切るとしたら、まあ、C クラスぐらいの、まあ、人たちと、まあ、一緒に走れればいいかなっていうふうに思います。どうしてもこう一人で走ると寂しいんでね、どうしてもこう人に頼っちゃうんですよね。で、C クラスで走るけれども、 C クラスの中でもさらに、優勝とかは狙いません。本当にただ単に集団の中に紛れて完走って感じの走り方ですね。まあ、人数もなんかクラス別スタートの割にはそこそこ多いみたいですから、まあいい感じの集団の中に、紛れ込んで走っていきたいなっていうふうには思います。ちょっとどのぐらいのワット数で最初スタートダッシュしたらいい感じのところに入るのかあんまりよくわかんないですね。まあ、あんまりよくわかんないから最初は250ワットぐらいでいったらいいのかな。まあこのくらいでスタートはしてって、集団すぐに落ち着くかどうかよくわかんないんですけれども、まあ、落ち着かなかったら落ち着かなかったで、早々にちぎれてもいいかなっていうふうには思ってます。昨日の高強度、短時間の日で、足の疲れは
正直そんなに感じないんで、まあ大丈夫かなっていうふうには思ってますね。ギアも体にあまり負荷かけないように、まあ、できるだけ軽めで走りたいなっていうふうには思います。あと1分でスタートですね。まあ、どういう順番でこうなってるか知らないんですけれども、最初に A クラスがスタートして、次 B クラスがスタートして、で C を飛ばして D クラスがスタートして、で一番最後に C クラスがスタートするっていうね、よくわかんない、スタート順のレースですね。そしてナイアガイアで、C クラスの人37人、じゃあここら辺から徐々に上げていきましょうね。やっぱこのぐらいなんですね、スタートね。いい感じが。まあお化け入ってくるもらいましたけど、決してアタックするわけじゃないんで、まあ、さっさと消化しちゃいましょう。スタートはなんかそこそこ平和に始まりましたね。今日はセントラルパークの、短い周回コースを10周かな走る、まあ、そんなコースになってるみたいですから、まあ、中盤から多分、A クラス B クラスの人たちが、周回遅れで僕たちを捕まえに来ると。まあ、そんな展開も十分予想されます。そこに捕まって走れば、ナチュラルに、逃げができるかもしれませんね。まあ、1周目こんな感じでペースで進んでくれるんだったらありがたいですね。
ちょうどいい感じ。嫌われ相手ですね、使っちゃいましょう。このコースはちょっと細かい登りが多いみたいなんで、僕向きですね。非常に走りやすいね。ダイエット8日目で、まあ、大体 1.5 キロぐらい減ったような、計算で今まあ推移してますけれども、まあ、本当最初は落ちやすいんですよね、ダイエットって。まあ、完全運動初心者の人が最初のダイエットって、なかなか代謝は落ちないんですけれども、まあ一応ね、本当初心者ではないと思いますんで、僕は、それなりの運動量を、短時間で稼げてるっていうね、体を今はまあ持ってますんで。最初の、体重がカクンと落ちるのは、まあ、非常に早いです。あー、またおバッグいらないな。もうちょっとこう集団についていくのが楽なアイテムが欲しいですね。
本当に非常に安定した低い心拍で、まあ、推移できてますね。まあ、最後の方になってくれれば、まあ、さすがに170近くまでは上がるのかなって思いますよね。集団自体は特段スピードが、まあ、全然上がっていかないんで、まあ、ついていくだけは今のところは楽ですね。まあ、ちょっとところどころアタックする人はいるけれども、あれ引いちゃったな。見ていた、あ、お化け使ったのか。消えたり出てきたり不安定な人がいますね。これはまあちょっとお化けアイテムじゃないよね、さすがに。回線が弱いんじゃないか。おしまいに足止まっちゃってるし。これ毎周回スプリントはあるのかな。スプリントポイントがちょっと大変だな。なんかやけにペースが上がってますね。これは何人かちぎられちゃうんじゃないですか。まあ、あんまり危ないとこにいないように気をつけたいと思います。まあ上りスパイで来ちゃえばこっちのもんですね。いきなり集団が発生化しましたね。中切れが起こってるんで、これはツイートし、ツイートしなきゃいけないですね。
あ今のは足を使いましたね。アイテムが強かったです。辛くなってきた。集団のやっぱちぎれない位置にいないと余計に足使っちゃいますね。
今のところのポイントが、あそこのスプリントポイントのところですかね。あそこやっぱちぎりポイントですね。登り終わった後の下りで集団が縦にこうぐーんって伸びちゃってやりづらいですね。あそこはやっぱ前に行かなきゃダメですね。結局足を余計に使っちゃうことになるんで、そうならないポイントでうまく抑えていきましょう。まあそれまではしばらくは競馬が続くみたいですから、まあ少しの間競馬を楽しんでいきたいと思います。いい感じに落ち着いてきましたね。ずっとこのペースでいいよ。疲れた。僕はスプリントポイントの例の坂ですね。これはもう前目で行きましょう。前目前目。こういうことですね。こうすれば休めるところで、まあ、きっちり休めると。またあとしばらくはこうダラダラーとね、
次の周回のスプリント勝負のところはもうなんなら自分からつついてもいいかもしれないですね。グリットを使ってこの意地悪クライムでもやってみようかな。ここら辺からですね、はい、グリッド。足を使わされていましたね。失敗しました。やり方は悪くなかったんですね。先頭に出たのはちょっとまずかったですね。でもなんかグリート率が高いなこのレース。はい、ここですね。最初からどんどん使っていきましょう。
ああ、今度は割と成功したんじゃないですかね。結構果敢に逃げをチャレンジする人がいますね。ここは楽できるポイントですね。ちょうど集団の位置的にも。最後の一周のアイテムが何が出るかな。ラスト1は玉田が違うか、もう一回アイテムあるのか。ああ、もうすでに A クラスが混ざってるんですね、これ。
それはまずいわ。だからどこが C1 だか分かんねえな、これ。いや、ダメですね。違う、俺が C の1位か。わかりづらい。この中から誰がね優勝できるのか。今後残り1点に牽制が入るのかアタックが入るのか。微妙なところですね。ギリに行きましたね。
い、買ってしまった。最後はダントツでしたね。全然勝負する気ないとか言って、優勝しちゃうっていうね。大変皆さんには悪いことしましたね。先頭集団、1、2、3、4、5、5人の中で日本人は2人かな、名前見る限りだとね。まあまあ5かはしてるよ。まあ1人は5位だったんで、日本人が1位取るためにはこれはもうね、僕は行くしかないと、そういうことですよね。ああ納得。まあ最後は、大人げなく、力の差を見せつけて、ひねり潰してやりました。パワーウェイトは、パワーウェイト石は、3.5 で、あ、でも2位の方がね 3.8 なんで、決して僕は、ね、強すぎたってことはないと思うんですよね。周りの人よりもちょっとスプリントの仕方を、知ってるっていうだけの話であって、最後だけですから。いや本当どこが先頭だか分かりづらいコースでしたね。意外と周回遅れはなんなかったですね。A クラスとか B クラスの人が後ろから来るかと思いきや、誰も来ないっていう。レースも割と早い展開で進んでいきましたね。タイムは41分17秒6、平均ワットは227ワット、低強度、長時間っていう割にはちょっとこれは強度が高くなりますね。せめて210ワットだな。これは高すぎだよ。まあおかげさまで結構いいねカロリー消費、できたんじゃないでしょうかね。飲み物も、後半の最後の最後でやっと、飲まなきゃって思い出して飲み出しましたけど、手遅れですね。
体重64キロあるから、いくら走っても許されるのかな？許されないか。まあ、よくわかんないけど。まあ、とにかくですね、今日はあとこのまま、10分ぐらい、ダウンして、足を、休めて、まあ適当に終わりたいと思います。それじゃあ、適当と、長時間の日の練習の、ね、一部始終というか、途中経過でした。じゃあね、バイバーイ。